や、何も起こってないんだ。信じられないかもしれないけど。お、目が覚めたか？そんじゃ、結論から言うぜ。周りを探索してみたところ、怪しいもんは見つからなかった。これまでの2つの元凶から見るに、入り口を担うものがあるはずでござる。まだその時が来ていない。つうことは、もうちょっと待つ必要があるってことか？そうです。それにフィッシュルがいません。彼女はきっと私たちより先に入り口を見つけたいと思っているはずです。もう少し待ってみましょう。元凶に、いえ、フィッシュルに時間をあげるためにも。浜辺に何か落ちてるみたいだぞ。一冊の本？隣には。この彫像、なぜ一緒に現れたのでしょう。まさか彫像がこの本を持ってきたとか。これなんだろうな。日記か？どれどれ。聖国の栄章？聞いたことのない本ですね。あ、見ろよこの表紙。まさかフィッシュルが書いた本か？言われてみれば確かにあいつが書きそうな本だな。何やら神聖なものを感じる名前でござる。どうする？触ってみるか？まだ帰ってきていませんが、仕方ありません。先に見てみましょう。もしフィッシュルがこの本を見つけたら。そうだな。日記を誰かに覗かれるようなもんだし、絶対入って。おいら、今の国民にその記憶はないが、学者は知っている。生徒時代より約600年前、混沌の時代に皇女殿下がこの世に現れたことを。え、まさかのナレーションですか？さすが本の中の世界だぜ。防白が物語を語ってくれるなんてな。道が途切れてて先に進めなそうだぞ。あそこに装置があります。まるで私たちが近づくのを待っているかのようですね。オイラ思ったんだけど、なんか全体的にあからさますぎないか？聖国ですからね、多めに見てあげましょう。それもそうだな。それにこんなに見え見えってことは本当。さすがフィッシュル、こんなところで恐ろしく。彼女は生き量を憐れみ、彼らが苦しむ姿を。進化は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に幽夜浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。本当に幽夜浄土のことだったのか。かなりしっかりと作られているようです。悪くありませんね。新天道地霹靂先陣。我らは聖国を作り、皇女殿下を至高なる人と仰いだ。また歯科や演劇、冒険などを国に持ち込み、幽夜浄土の輪郭を作り上げた。そして雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。臣下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。こちらです。助けてください。
これって彫像だよ。そんなこと言わないでください。私は歴史とした竜夜浄土の騎士で。騎士？全然そんなふう見えませんか。まあこの際それはいいでしょう。しかしヨガラス騎士の鎧を設計し支給して。聞いたことありませんか。オズバルド・ラフナビネス、オズのフルネームです。メギストスの方がまだ言いやすいな。うむ、拙者もそう思うでござる。はみんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、この先の扉が施錠されていることを皆さんご存知ないですよね。ああ確かに知らなかったけど。親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を喜んで教えましょう。そういうことでしたら助けてあげましょう。英雄たちよ、心より感謝いたします。この胸の気持ちは言葉。扉を開ける合言葉は、我が民に自由を与え、古き法則にとらわれん。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。急がなくてもいいのよ。律流呪言、律流。大書記官、各領主たち、忠実なヨガラス騎士は塔に上り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることをこの上ない栄誉であると思った。聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名にあった聖国は竜夜浄土のことのようですね。この本は民の視点から皇女殿下を賛美しているのでしょう。最後のページまでめくってみたが。続きはどこにあるんだ。それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わった本。おや、場所が変わったようです。ただ浜辺に戻ったわけではなさそうですね。ここってモンドの家みたいだな。ごきげんよう、いたたたきだ。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さあらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の工場よ。ええ、もちろんよ。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝であるよと共に。ええ、喜んで。ああ、その
みんな何か言いたいことはある単刀直入に聞くけど、エミちゃんってフィッシュルの本名か？だろうな。それからさっき聞こえた2つの声はどうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、そのメギストスとは本当に？まったく、私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームはアストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして、多分幼少期の思い出かと。大きくなってからも同じかどうかは分かりません。モナはよく知ってるな。友達なんだから、これぐらい当然のことです。フィッシュルは今どこにいるんでしょう？先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。あ、戻ってきたみたいだぞ。いや、待った、どうして戻ってきたんだ？この感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や。もやもやします。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。かくいう拙者も読んでいた本が打ち切りになるのはこのまま。そりゃ誰だって嫌だろ。何も起こらぬな。あれ、さっきまで入れ。どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに。ふむ、もしかするとこの本はもう元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。おっと、まずい。僕を見てるな。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだ。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の栄章は雄野浄土の聖典であり、3巻まである。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければな。高い塔ってあの塔のことですか？そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな？彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから、雄野浄土の秘密を教えたというのに。し、行こう。待て、お前ら何者だ？その様子、雄野浄土の進化ではないな。いえ、何しに来た？まさか守衛がいるなんて。
くつもりだ。殿下の進化だと？それを証明できるのか？まったく、そのような横柄な質問をしてくるとは、あなたたちの視野の狭さを証明しているようなものです。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。それは雄夜浄土の合言葉。本当に殿下の進化だったのか？なんてことを。皆さん、失礼なことを申してしまいすみません。ほら、もう下がったらどうだ。ええ、今すぐ姿を消します。よし、行ったな。これが聖国の栄章第2巻でござるな。皆の者、準備はできておるか？おう、出発だ。しかし、雄夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。蛇竜タスラクが地下へと潜り、海底を渡って。竜が現れたのか？空が少し暗くなっただけだと思うけど。竜？それは何かを指す比喩ではなかろうか？なるほど。彼女を否定し、その妄想に異を唱えたものすべてが彼女の。進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。皇女殿下は降臨したが、大戦による災いは王城にまで及んだ。ひゅっ、やあ、風の行く先を。しいざ。見切りました。岩山八九。天道、ここにある。難攻不落。さばきのいかず。風の赴くままに。行こう。よだが、ついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。行こう。
誰かいますか？助けてください。もう今大事なとこだったのに。工事は最後になんて言ったんだ。今の声どこかで聞いたことあるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のアンちゃんじゃないか。やあ、よかったです。あれ、またあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。いざ。せい。行こう。し、行こう。いざ。はっ。このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガラス騎士を演じるのはまだ。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士ではありません。最近劇団で騎士役をもらった新人役者で、役作りのため準備をしていたんです。それって胸を張って言えるようなことなのか。皆さんはご存知ないかもしれませんが、幽夜浄土で演劇とは非常に重要な文化なのです。良き演出は皇女殿下への一番の恩返しになります。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。ですので騎士を演じられるのを私は誇りに思っています。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか。皇女殿下は昔このように言ってました。私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと。おそらく皇女殿下は真の芸術とは何たるかを知っているのでしょう。演劇において魂とは感情の凝集と昇華です。演劇への理解が深い方はきっと繊細で情緒豊かな心を持っているんでしょうね。なるほど。教えていただき感謝する、騎士殿。おあなたは私の。それでは私はこの栄光とともに。もう会わなくて済むように。今度こそ気をつけろよ。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。行こう。いざ行こう。いざ。命令に従え、翼を広げて出航せよだな。おお、本が現れたぞ。偉大なる父上、母上、ごきげんよう。今日は幽夜浄土の祭典の日。二人には
エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも、そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん、わかった。また戻ってきたな。偶然にもかの邪竜の正体を垣間見たでござるな。はあ、ああいうのすごく共感できるぜ。あたいたちの趣味を時間の無駄だと思ってる人がたまにいるんだよな。おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノル。いえ、私が言いたいのはそろそろ君たちが聖国の栄翔の第三。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第三巻は。そこに見張りはいるだろうか？ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまりそこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは進化にとってこの上ない栄誉だ。でもこちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろう。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は雄野浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。ひゅっ、行こう。待て、またお前たちか。なんだよ、オイラたち皇女殿下の進化だぞ。いいや、でたらめを言うな。皇女殿下が君たちのような小物を認めるはずがない。はあ、まったく、今の自分の発言に責任を持てますか？もう一度言うが、皇女殿下が君たちのような。何時は今誰のことを小物と言った？皇女殿下にオズ様。雄野浄土の神家たちにそのような無礼なことを言うとは。私が自ら選び抜いた神家たちは。しかし。しかしではない。はフィッシュルにオズ、お前ら戻ってきてくれたのか。ひとまずそう思ってくれていいわ。お嬢様は元凶には向き合いたくないが、時間をかけてここまでたどり着いたからには皆様を見捨てるわけにはいかないと。モナが言ってた通り、この元凶に向き合いたくないんだな。日記を誰かに覗かれてるような気分になるもんな。浅はかね。もし私がたやすく流されるような人物だったら。お嬢様はここには別の問題があると。問題？何かあったのでござるか？その話はまた後にするわ。まずは用事を済ませるわよ。さあ行こうぜ。本はもう目の前だ。ぼーっとすんなよ。風の行く先を。壮大で脆く、巨大で臆病、驚天動地とはこのこと。お嬢様はこれほど大行な元凶は見たことがなく、本人
いざ。お嬢様、その必要はありません。これはかつてお嬢様がか…オズ、それを言わないで。今思い出したわ。私の城は2つの部分が欠けて…ってことは、その欠けた2つの部…竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。我が民に自由を与え…いざ。進化が彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、平野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。それ。石を拾って城と町を作り、山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも金器の楽土である。いい結末になりそうだな。いざ。助けてください。何
われる気がしてたぜ。そう言わないでください。確かに未熟ではありますが、絶対にこれが最後だって予感がしてるんです。起立先陣。風を知れ。あんちゃん、こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら、皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ気づきましたか。空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。ヨガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため、あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の栄章とは実は予言書なんです。予言書？あれってお前たちの聖典じゃないのか？ええ、そうです。数百年前、ユーヤ浄土が不吉な気配に覆われたその後のことです。ある日、大書記官オズが姿を、その予言は本に書いてあった通り、ユーヤ浄土の真の幸せが何なのかを示すものでした。だから私たちはいずれ暗雲が消え去ると確信し、救世主、皇女殿下よ。彼女はきっと、ここがどんなに幸せな場所だったかを思い出してくれます。だから私は立ち上がり、勇士を演じることにしました。幾多の苦難を乗り越え、あなたは？ああ、さっきお前を助けるとき、なぜか後ろに隠れてたけど。我が進化よ。汝の意志は蛇竜の手足を立つに足る強さである。大変光栄に思います。汝はよくやった。騎士の美徳も備えている。さあ行け、準備をして。皇女殿下へと捧げる敬虔な心を私は誇りに思います。ありがとうございます殿下、それに英雄たちも。ああそうだ、もし必要でしたら、この先の扉の合言葉は。おいら、わけがわからなくなってきた。この場にいる者は誰一人として私の資源を理解できない。お嬢様は皆様がバカであると。それは訳さなくてもわかります。ふむ、皇女殿下が前に言っていた用事とはこのことでござるな。なら急ごうぜ。行く。いざ。エイヤの除曲。また変なところに飛ばされなきゃいいけど。
ここは図書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。ふんふん、苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい。私に勝てると思っているの？先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私にははっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前の影か？影？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら、エミちゃん。あなた、そこの夜ガラスはオズよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を夕夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。夕夜浄土とは、一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちにその茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルはオズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それではお言葉通り、そちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。夕夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。夕夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場？あなたが一番知っているはずよ。なぜ夕夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺していくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、私が降臨してその代わりを務めるの。夕夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は、エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。モナ、何ですか、その顔は。私、まさか負けを認めるわけじゃないですよね。
認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、和葉、拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな響きだな、シーン。へえ、友達ができたようね。私はあなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。違う、まだまだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。やっ、折れるわ。風の行く先を。しよっ。焦らず、一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。元気出せ。他の人に負けんな。自分自身に負けんな。あんたは全然弱っちくねえぞ。風の赴くままに。おや、また占いの力が働いたようです。結果は私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない、あの悪夢のような図書館から抜け出せるなんて。下がりなさい。今もまだ私が負けると思ってるのかしら。あなたは私のことを見下し、弱く小さいと思い込んだ。確かにそのような日々を過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できないけど、今わかった。この元凶を目にした瞬間、そこにある息を呑むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり、力の根源でもある。あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む独りよがりの塵のような存在。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。さあ返してちょうだい。何を。私のものをよ。雄夜浄土、王女、民、それと私の最も大切な仲間。ああ、お嬢様がこれほど流暢に立派なお言葉を話されるとは。真の公女へと成よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえ、お嬢様、私がもう一人のお嬢様について。ご存知の通り、私オズは断罪の公女フィッシュルに付き従います。お、しかし私がもう一人のお嬢様についても。なるほど。私の身分、フィッシュルというのは何を意味していると思い、うん、これはお嬢様への質問。フィッシュルは人生の落語者であり、恐れを抱く臆病者よ。いいえ、違います。フィッシュルは。おお、理解がお早い。え、それだけ。その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、
フィッシュルはまさにあなた自身です。高貴でありながら平凡であり、フィッシュルとは臆病であって強き者、他人の戯言を恐れながらも、そして何よりフィッシュルは常に心の中で自制をし、フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。我が民に自由を与え、雄夜浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って、さあ殿下、暗闇を受け入れ、ま、うわぁ、ドレスのやつが消えたぞ。どうやら影が元の場所。うん、来たか、皆の者。お、この感じ。ああ、我が神家たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。うむ、聞こえたでござるよ。まったく、元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、雄夜浄土へと再び君臨する偉大なる時。今をもって宣告する、雄夜浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら完璧に輝く我らが国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵な日だわ。自分を取り戻すことができ、それに雄夜浄土が本当に現れるなんてね。大丈夫、この弱さを抱えながらでも戦っていける。フィッシュル、外の劇場が完成したみたいだぜ。パイモン殿、どうかお言葉。おお、分かった。皇女殿下、よかったら見に行ってみないか。うん、進化の身でありながら栄光ある偉大なこの皇女のこと。ええ、今日は雄夜浄土にとって記念となる日。思う存分楽しみましょう。ふん、お嬢様がおっしゃりたかったのは、皆々が持てる限りの熱意を捧げ夜。いいから、フィッシュル語に逆翻訳しないでくれ。このような国でしたら演劇もきっと面白いでしょうね。私が気になる謎ももうすぐ解けそうです。そうだ、オイラたちまだやり残したことがあったよな。承知しました。もう一回銀融野郎に連絡してみようぜ。もしもし。あれ、銀融野郎じゃないのか。そっか、私たち会ったことなかったわね。島の外にいる人と連絡したいんでしょ。でも今はまだダメ。え？人に聞くよりまずは自分で調べて答えを見つけた方がいいでしょ。深き夢を表す不思議な元凶は自分の目で全て見極めてみなさい。
物語が終わった時にまた感想を聞かせて。おい、今の誰なんだ？おかしいぞ。なんで今の人、オイラたちと銀遊野郎の連絡を遮断できたんだ？ダメだ、オイラには全く意味が分かんないぞ。なんか怖くなってきたな。でも安心しろ、どんなことがあってもオイラがお前を守ってやる。逃げ道はありません。